改めまして、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘と申します。この度は大変な賞をいただきありがとうございます。今までいろいろな記録がありました。例えば売上については、任天堂の据え置き機の最速記録を更新したと言われています。日本はもちろん世界の方々にも受け入れられました。参戦ムービー等々で、世界ですごく受けていたりします。その他非常に多くの、コンテンツを内包し、アイディアを内包して、ほとんど記録的な、数のコラボレーションを果たしていたりします。そしてなお DLC を制作していたりします。こういったことがいろいろあるんですが、あくまで、手前個人の話で大変申し訳ないんですけれども、言わせていただくと、大乱闘スマッシュブラザーズをスイッチで作るというのは、故岩田社長岩田さんが、私に投げた最後のミッションだったりするんですね。草葉の陰で喜んでいただけてるとか言わないです。人間は亡くなってしまえばそれまでなので。ですが、そんな、岩田さんから学んだこととして、やるべきことを一生懸命やると言いますか、現在やれることを、最大限振り絞ってやるということはとても大事だと思っています。そして、DLC の、いろいろな制作が延長され、また今後も新たなファイターを制作するという機会が入りました。私はこれからも頑張っていきますので、ぜひ応援いただければと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。